私服でもいいんだけど、なんとなくね。くずみくんは学校帰りにたまたま寄ったって感じ？何かいいことでもあったの？私で暇つぶし？例えばだけど、どんな風に暇をつぶすの？それくらいかな？じゃないよ！それ全部私がやるんでしょ？え？違うの？みたいな顔しないでよ！絶対やらないからね！じゃあ、これじゃないよ！なんでお財布から1万円出してるの？どうしてそこで泣くの？泣くほどして欲しかったの？先輩のことからかうなんて可愛くない後輩だな。うずみくんはね、え、それはあるけど、なんで？いいよ、そんなの。もちろん、くずみくんの気持ちは嬉しいよ。でも、今日はせっかくの休みだし。くずみくんには、自由に過ごしてほしいって思うから。
て一度も思ったことないから。お世話？私のお世話か。そんなこと言われたの初めて。じゃあ今日だけお願いしちゃおうかな、私のお世話。喜ぶのは私の方だと思うんだけどな。頑張ろう。二人でやれば165ヘクタールなんて余裕だよ。お疲れ様。
ッコミ袋いっぱいだね。バッチリお世話されちゃいました。ありがとね、くずみくん。あ、それとこれなんだけど。お弁当。うん、お腹減ってると思って。それなら安心して。ボランティアの時って各自でお昼の用意をしてくるんだけど、やっぱり忘れちゃう人も何人かいるの。そんな人用にいつも何個か多めに作ってきてるんだ。忘れた人用の分だから遠慮しないで受け取って。私も食べてくれると嬉しいから。それと手伝ってくれたじゃなくて、私のことお世話してくれたお返し、お返しがこんなお弁当で申し訳ないんだけど。え？うん、そうだけど。そんなに私のお弁当食べたかったの？だからなんでお財布から1万円出してるの？
のかな。でもお金はいいから一緒に食べよ。ほら、あそこのベンチちょうど空いてるから。気持ちのいい天気だね。まさにピクニック日和って感じ。こういう時に外で食べるご飯っていつもより美味しいよね。嫌いなものとかあったら無理しないで残しちゃっていいからね。前菜にはナスのマリネ、ブロッコリー、プチトマト。メインには白米と唐揚げ。そして付け合わせはゆで卵となっております。なんてね。もういきなりシェフなんて振らないでよ。どうぞ召し上がれ。美味しいってことでいいのかな。お口に合ったようでよかった。
そう言ってくれてありがとう。私も食べてくれる人がいて嬉しい。お粗末様でした。食べ物何が苦手なの？多分入ってないみたいだから大丈夫ってさっき言ってたから。面白そう。くずみくんが苦手なものを私が当てればいいんだね。こういうのは得意だから一つ目のヒントで当てちゃうかもよ。心臓。はいはーい。ホブゴブリンの睾丸。なかなか難しいな。苦手な人が結構いる。割と小さい。形は丸い。あ！サイクロプスの目玉でしょう！冗談冗談。友達に占いが得意な子がいるんだけど、その子から借りた黒魔術の本でいいのかな。そこに載ってた食材を冗談で言ってみました。正解はグリーンピースかな。今までからかわれてた分のお返し。
地元？じっとしてて。口元にドレッシングついてる。赤いけど大丈夫？女の子みたいなこと言わなくていいの。いいよ、全然気にしなくて。